釈迦が、竹は、山梨県笛吹市にある、三坂山地北部の標高1641メートルの山。山梨県により、山梨百名山の一つに選定されている。別名が、神座山、釈迦竹、酒ヶ竹、日の木盆。鋭角的な三角形の個性的な山陽で、山頂直下の南面には、崖上の屏部岩がある。頂上部は東西に長く狭い。 甲府方面からでも判別しやすい形をした山で、山頂はパノラマビューで、富士山は、もちろん、八ヶ岳、奥、秩父まで見渡せる眺望が楽しめる。南西山麓の檜ノポ神社の奥の院となる山で、山頂には二体の夫婦の石仏家が祀られている。山頂部は、コ滅ツと檜のワイジュが少しだけ生育する岩山。笛吹市三坂町の南西山麓には、 ヒノキミネ神社があり、ヒノキの自然林で藤桜が生育している。神社には、鳥類学者の中村幸男が、周辺の森でこの葉ずくと仏法僧の違いを発見した場所として知られていて、ヒノキミネ神社のこの葉ずく生息地が、山梨県の天然記念物の指定を受けていて、記念碑が建てられている。三名は、山梨館などで、佐賀角と記されていて、 午後で険しいことを意味し、先方であることに由来する。山頂には、日野木峰神社の三宮が祀られていて、日野木峰とも呼ばれていた。日帰り登山の対象となる山で、以下の登山道などが開設されている。代表的な日向沢峠からのコースは、山梨県により、技術的難易度が、ランク A、体力度が1、1から10とされている。 黒岳からおねずたいに重装されることもある。山頂部の岩場には、太いロープが設置されている。山頂の南側には、三坂山地の中東山越しに、富士山の3合目付近から上部を見渡すことができる。北側には、甲府盆地と周囲を取り囲む山並みを見渡すことができ、西側に赤石山脈を見渡すことができる。 山頂直下の南面にある屏風岩東西に連なる三坂山地の手法である最高峰の黒岳から北側の派生する尾根城にある代表的な山である。三坂山地の西側、道県西厚白郡市川三里町と甲府市にまたがる同盟の釈迦ヶ岳の山がある。山頂から0 9トル東の稜線上に小ピークの福間山があり、山島三角点が 設置されている。山頂から1 6キロメートル西の稜線上に、小ピークの黒田の頭があり、四等三角点が設置されている、南西側の石頭が竹から望む三坂山地、左から大土地山、神座山、釈迦ヶ竹、福間山、日向坂峠、黒岳、左下部に、山梨県笛吹市芦川町上芦川の山間部の集落、中央奥に、 大菩薩礼藤川水系の笛吹川の以下の支流の源流となる山で太平洋側の駿河へ流れる。山域の北側の山麓に国道137号が通り、南西山麓に山梨県道719号藤川口湖、足川線が通る。ありがとうございます。